さんこんにちは。オーストラリアゴールドコーストからお送りしておりますソーシャルメディア TV でございます。さて今日はですね、私これねやってみたかったんですよ。あのプロのね作曲家の方が作曲したかっこいい曲でオープニングを始めるっていうのが私の一つの夢だったんですけども、今日は私の夢が叶いましたね。はい、あの今かかってる曲は、ロケットバンビというですね、もう元気いっぱいの明るいメロウな曲がですね、メインの私の大好きなバンドがあるんですけども、お友達の田村真嗣さんというですね作曲家の先生がいらっしゃるんですけども、彼が、渾身の思いを込めて書いた曲の一つなんです。私のレコットバンビさんの中の曲の中でも一番大好きな曲、今日はこちらをオープニングに始めさせていただきます。今日は私の夢がまた一つ叶ったということなんですけども、その田村真嗣さんにたっぷりお話を伺っていきたいと思います。どうぞお楽しみに。ということで皆さんこんばんは。オーストラリアのゴールドコーストから配信しております真っ赤ひよみでございます。こんばんはどうしちゃったのって皆さん思われるかもしれませんけど、やりすぎてしまいましたはい、ちょっと赤すぎちゃった感じがするんですけども、こんばんは皆様。さて今日はですね、私がすごく楽しみにした配信なんですけども、あの私自身すごくあの音楽に憧れがあって、で子供の頃ずっとクラシックのピアノをやってたんですけども、実は途中でピアノを挫折している人なんですよ。それですごく音楽に関してあのなんだろうな、こう未練を残すような感じのところがあって、音楽の才能のある人とか音楽を特に作曲できる方っていうのにすごく私憧れがありまして、今日はぜひ皆さんに、この方のお話をぜひ聞いていただきたいなと思うんですけれども、今日ご登場される方はこちらでございます。はい、まあ、ご自身でもですね、メジャーなバンドとしてデビューをされて、現在はですね様々なミュージシャンの方に楽曲なども提供されていらっしゃってですね、もう本当に素晴らしいご活躍をなさっている方なんですが、まあ、音楽のプロデュースをされていて、ミュージシャンの今日は田村真嗣さんにたっぷりお話を伺っていきたいなというふうに思っています。田村さんはご自身のですね、バンド活動もなさっていらっしゃるんですけれども、それだけではなくて、まあ、最近ではですね夢の叶うメディ活という番組があるんですが、そちらで大人のですねミュージシャンが夢を叶えたというすごく感動的なですねドキュメンタリーがあるんですけども、今日は田村さんの音楽との出会いの話から、こうしたですね、メジャーな音楽の活動のお話などもたくさん伺っていきたいなと思います。さあそれでは今日もオーストラリアと日本と生中継でお送りしていきたいと思います。それでは早速呼んでみたいと思うんですけども、田村さんスタンバイできていらっしゃいますでしょうか。日本の今日はとってもおしゃれなですね田村さんのご自宅と、ライブがつながっております。田村さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、田村さんお待たせしました。こんばんは。いや田村さんドキドキしましたよ。もう本当に今日は可愛いメロちゃんと一緒にご登場ですメロちゃんメロちゃんが今日は出てくるということで、田村さん、私もあのうちのですね番組にはですね、あれなんですよ、あのアシスタント猫っていうのがいるんですよ。はいはい、アシスタント猫のあの、フクちゃんっていう猫ちゃんがいるんですけども、フクちゃんはやっぱ猫ですので、はいはい、なかなかあの気まぐれで出てくれる時と出てくれない時がありますので、今日はメロちゃんがワンちゃんということなので、うちもですねあのココっていうワンコがいるので一緒にあの連れてきましたので、時々あの画面出ると思いますのでよろしくお願いします。ね、ちょっと眠たそうにしてて今膝の上にいたんだけども、はい、向こうに行きたそうにしてるんですけど、まあとりあえず大丈夫で、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、田村さん今日はもうたっぷりと音楽の話を聞かせていただきたいなと思っておりますので、私もちょっと隅っこの方にですね、はい、あの少しだけ絵的にあの出させていただくんですけども、今日はたっぷりと田村さんのお顔が全面的に出てきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さて田村さん、はい、まず一番最初に伺いたいのはね、はい、
田村さんの音楽との出会いのあたりからぜひお話を聞かせていただきたいんですけども、はい。はい、田村さんがそもそも、音楽に出会ったきっかけっていうのはどんなところからだったんでしょうか？僕はもう兄貴の影響で、小学校の時に、ずっとクラシックギターを小学校4年からやってたんですけど、それで、まあずっと高3までやることになるんですけど、その途中、中学ぐらいからもう、兄貴の影響でビートルズを聞き出したりとか、あ、メロがちょっと覚えてますけど、気にせずに。大丈夫です。はい。ビートルズとか聞き出して、で、まあ、ロックとかを聞き出したんですね。それでちょっとクラシックが、ちょっと、面白くないなというか、いう感じになっちゃって、とはいえ、クラシックギターを10年間やってたんですけれど、で、高校を卒業してから大学に入ってからバンドを、まあ、高校の時もやってたんですけど、大学に入ってから正式にバンドを組んで、で、その時のバンドが、まあ、デビューする感じなんですね。21歳なんですけど。はい。ですね。それが最21初歳のの。頃というと、い。もう昭和がキラキラと輝いて、もう歌謡界というのはもう凄まじいほどに輝いていた記憶があるんですが、そのそう時ですにね。まだもうきバらブル星でのようもににもなデっビューてなさい。れたはい。と。そうですね。バブルの少し前でしたか。そうですね。まだ、もう年分かっちゃうんですけど、レコードの時代ですね。僕らが解散してすぐに CD に変わる過渡期だったんですけど、はい。なんですよ。だから、結構僕らの時期に、チェッカーズだったりとか、CCP だったりとか、ですか。そういう時代ですね。だから、まあ、僕らはそんな表に出なかったので、まあ逆に、まあ今とすればよかったかなとは思ってるんですけど、ちょっと半端に売れなくて、よかったかなとは思ってるんですけど、はい。21歳の頃に、音楽の業界で、メジャーデビューをされたということで、どうでしょう、大学のね、大学生で学校に行かれてたのが、急に、例はい。えば住む環境だったりとか、自分の取り巻く環境っていうのは、急にこう21歳の若い青年の周りが急に変わってしまったわけですよね、いきなり。そうですね。大阪では結構バンドで大学当時やってまして、で、まあ、結構人気が出てきて、そこから、まあ、東京の社長が、事務所の系の社長が見て、すごく気に入っていただいて、で、大学でもほとんど勉強せずにもう、いわゆるダンパとか、そういう、まあ、その時代なんですけど、遊んでほとんど勉強はしなかったですね。結局僕も留年して、まあこれ言っちゃいますけど、中退しちゃった感じで、浪人までして、まあ、そこそこ、私学ではいい、まあ関西ではいいところ入ったんですけど、結局、まあ残念ながら、ちょっと途中アウトしちゃいましたね。はい。ということで、もう本当に若い頃から音楽に親しんでらして、でもある意味今現はい。在も田村さんは音楽でもうバリバリにお仕事されていらっしゃるし、ご自身のバンドとか他の方をプロデュースされたりとか、本当にもうまさしく自分の天職を生きていらっしゃるという意味でははどうい。でしょうか。それは決して間違っそうた選択ですね。肢じゃなかったということでしいょうや、もうね。全然、小学校の時に文集で僕、やっぱりミュージシャンというか、なんたって、スタジオミュージシャンになりたいって書いてたので、まあ、あながち、間違いではないというか、まあ、ちょっと作曲家っていう今、状況ではあって、ミュージシャンでもあるんですけれど、まあ、割と自分の思った感じに、夢が、まあ、まだ発展途上ではあるんですけど、いい感じでいてるかなとは思ってます。なるほど。それではい。皆さん、田村さんがですね、どれぐらい皆さん活動でご活躍をなさってるかというのを、私の方からですね、簡単にではございますけれども、これまでの、作られた作品等々ですね、ご紹介させていただこうかなと思うんですけども、いやー、田村さん、びっくりしました。私ずっと、日本にいませんので、日本の音楽シーンって過去14、5年あまりよく分かってないところがあるんですけども、はい。ああ、それでも、はい。田村さんから教えていただいたこれまでのご活動のね、これまでの活動を拝見すると、いやすごい方の曲を書かれていますけれども、例えはばちょっとね、
プロデューサーとしてのですね、田村さんのご紹介をさせていただきますね。まあ、兵庫県のご出身ということなんですけども、はい、先ほどお話がありましたけども、はい、21歳でビクターよりメジャーバンドデビューをなさったと。で、解散後は数々のバンドでご活動されてきたということなんですけども、まあ、当時ですね、はい、まあ、アイドル前線がもう本当にもあの真っ盛りの頃だったと思うんですけど、その時にまあ華麗にデビューをなさったということなんですね。それで、まあ、当時解散をなさった後も数々のバンドで活動をされて、その後にですね、はい、作曲の方の活動に本格的に入られたということですね。はい。で、あの、今までのこれまで、あの、メジャーなミュージシャンの皆さんにどんな、方がいらっしゃるかというと、皆さん驚いてしまうんですけども、スマップとか、それから鈴木雅之さん、島谷ひとみさん、稲垣潤一さん、はい、リードさんと、まあそれはまあ、あの、きら星ばかりの素晴らしいミュージシャンの方に作品を提供されていらっしゃるんですけども、私もすごくスマップの大ファンなんですけども、スマップの曲を書く作曲家さんって言ったら、まあそれは大変なことだと思いますけど、このスマップさんの曲を書くような、あの、いきさつというのを、やはり皆さんこのあたり聞きたいなと思っている方が多いと思うんですけども、スマップの曲とはどういうふうにこうつながっていったんですか。これは、まあ、あれなんですよね、実は、はい、あの、ビクターでデビューした僕らのバンドが、の、まあ、ディレクターが、はい、まあ、後のスマップのディレクター、はい、と一緒で、まあ、僕らが解散した後にその方がスマップを担当することになるんですけど、はい、そこで、まあ、僕らの曲、僕の曲を覚えていただいてて、はい、あの曲、まあ、その実際だからそのバンドでやってた曲なんですよね。あ、なるほど。ただ A メロとか B メロはちょっと変えた記憶があるんですけれど、はい、基本ベーシックになってるのはもともと作ったバンドでやってた曲なんですよ。はい、どうですか、あの、ご自身が、あの、かつてバンドでやっていた曲をスマップさんが実際に歌ってるところを聞くって、作曲家さんとしてどんな思いなんでしょうね。どんな気持ちでした、最初、一番最初スマップさんの歌がかかった時って。そうですね、うん、やっぱりすごく、まあ、嬉しいというかメジャーな方だったので、うん、ただ、まあ、はい、その時はそうでも実はなかった、まだスマップさんがこう行く感じだったので、はい、そうですね、実感としては実は、まあ、嬉しかったんですけど、まあ、そんなに、まあ、で、昔の曲の僕、あの、自分のバンドはダメだったけれど、はい、みたいな感じの、まあ、微妙な気持ちではちょっとあったかなっていう、とはいえすごく嬉しかったというか、覚えてもらってたっていうことで、嬉しかったですけどね。そうなんですね、はいはい、田村さん今日はまあ、ユーストリームのライブ配信を使って、はい、田村さんのインタビューということで対談をさせていただいていますので、ユーストリームといえばやはり皆様との対談が、対話をしながらの番組っていうのが醍醐味になってきますので、はい、もう早速たくさんの方から田村さん書き込みをいただいてますので、今日はぜひ、あの、ご紹介をしながらいきたいと思います、はい、いやすごいですね、今日はすごくもたくさん下の方まで行っちゃいましたけども、はい、ちょっと先の方まで戻っていきますね。はい、あ、すごいな、今日書き込みがすごいですよ、もうどんどんご紹介しないと大変なことになりますね、はい、あ、どこまで行ったかな、はい、あ、この辺りまで行きますか、はい、じゃ順番にご紹介していきますね、はい、こんばんは、初見ですということで、ちくなさんありがとうございます、はい、皆さんも田村さんの応援に駆けつけてくださっています、はい、そしてあの方も、あの方も来てますよ、はい、あの方もいらっしゃってますよ、水越さん、はい、待ってました、オープニングはロケ版のスライドドライブだ、そう、これメディカツのオープニングでもあるんですね。そう、メディカツでかっこいいじゃん、いつも。でも最近ちょっとかけてくれなくて、水越さんの、あの、作曲の、メディカツバンドの1曲目に入ってる、はい、あの、キャッチャーウェイっていう、すごくいい曲なんですけど、それを最近メディカツではオープニングで流してるみたいくて、はい。はい、一回やってみたかったんですよ、私も。というのはね、あの、まあ、普段、あの、ユーストリームされてる方よくご存知だと思うんですけど、あの、皆さんの作曲家さんとかの権利がしっかりとやっぱりあるから、著作権っていうのがすごくあるから、ユーストリームで自分がこれがいいと思った曲を勝手にかけちゃいけないんですよ、皆さん、まあ、ご存知の方多いと思うんですけども、それで、まあ、今日も田村さんの曲をかけさせていただくにあたって、ちゃんとこうユーストリームさんの方にご連絡をさせていただいて、これかけても大丈夫ですかってちゃんと許可をね、いろいろいただいたりとかするんですけども、いやー、田村さんね、水越さんのメリカズで、ね、はい、いつもかっこいいな、あ、やってみたいなと思ってたんですよ
で、私も やってみたいと思って、今日はちょっとメディカスっぽくオープニングさせてもらったんですけど、やっぱりいいですね。特に歌の入っている曲っていいですね。ああ、そうですね。私はいつもあれなんですよ、自分でシドニーの作曲家さんに作ってもらったインストゥルメンタルの曲を使ったりとかしていて、歌の入ってないのをいつも使ってるんですけど、やっぱそうりです。ロケパンがかっこいいな、曲が入ってるのだからやってみたかったんです、すごく。ねえ、ありがとうございます。皆さんの書き込みをご紹介していきますね。ソーシャルメディア TV 夢を叶える作曲家田村真嗣さん始まりますということで、内田さんありがとうございます。ああ、内田さん、ありがはい、とうござい内ま田さんはなんとこのソーシャルメディア TV を見ていただくために最近携帯デバイスを40に変えてくださったそうなんですよね。そうなんですはい、ね。嬉しいですね。はい、ロケットバンビスライドドライブかかってますということで、ありがとうございます。かっこありいいがとう。曲ですねと、はい、この後じっくりと田村さんの方にご自身の曲のお話をしていただこうと思うんですけども、田村さんのお作りになる曲って、田村さんもおっしゃるんですけど、キャッチーですごくこうメロディーが心の中に残りやすいんですよね。その辺の作曲の秘訣っていうのも、じっくりご本人様の後ほど語っていただこうと思っています。はい、はい、向井さんがいらっしゃってますね。向こん井さん、あばんりがとうございます。は。はい、どうぞよろしくお願いします。後ほどじっくり向井さんのお話も出てまいりますので、よろしくお願いします。はい、はるさんかな？はるさん、はい、いい曲ということで、りはい。がとうございます。今日は田村さんのお作りになった曲を4曲ご紹介させていただく予定なんですけれども、はい、いろいろなトーンの曲がありますので、お楽しみなさってください。はい、きみさん、田村さん、こんばんは。いよひめさん、ありがとうございます。ようこそいらっしこんゃいばんましは。た。はい、神谷が今日ね、ねえ、本当は僕、実は僕もびっくりしたんですけど、びっくりしまちょっす。とした打ち合わせはい。がこの事前にちょっとあったんですけど、その時顔が映らなかったので。そうなんですよ。実は田村さんと、ギリギリのね、リハーサルをこされ、せてもらっ地て、形ですかね。いろいろあるんです、地毛の色が。そうなんでいすろいね。ろありまして、ウィッグじゃないんですね。いろいろとね、いろいろとね、はい、いろいろとあるんですよ。はい、了解しました。はい、こんばんは、初めまして、マッカイさん、田村さんということで、はい、ありがとうございます。陽太さん。伊予大さん、ありがとうございます。もう今日たくさん、もうあれですね、田村さんのお知り合いの方もお越しいただいて、浅井さん、ありがとうございます。大吉さんが来てます。大はい、吉さん、ありが本当とうごだ、ざいま髪す。が赤いということでね、今日はいろいろ事情がありまして、こんなに赤くなってしまいました。事情理解しまし た。事情はね、分かりましたね。田村さんには分かるということでね。はい、マッカイさん、ゆめちゃんということで、ありがとうございます。ちょっとやっぱり今日はあれですよ、若者の曲が中心になりますので、ね、やっぱり心だけじゃなくて、見た目も少しね、ワイルドでいかないといけないかなと思ってますけど、田村さんということで、浅井さんからお声かかってますね。メディカりツがバとうごンざいまド、はい、メディカツバンドだ、これからじっくりと出てきますので、よろしくお願いします。田村さん、来た。はい、メディカツバンド。たくさん今日はメディカツバンド関係の書き込みが多いですね。メロちゃんということで、メロちゃんをメロ、楽今しちょっみにしとてる。向こうで寝てますけど、後でまた。 うちの今日はあれですよ、必殺技のココちゃんを用意してますので、メロちゃんが出てきましたら、うちのココちゃんとご対面していただきたいと思います。はい、佐藤さん、こんばんは。今日は田村真嗣さんですね。清美さんもミュージシャンみたいですね。そうですね、結構オーストラリアの時は、日本にいる時と顔違うとか言われますけどね、私もね。はい、メロちゃんだということで、メロちゃんファンも来てます。田村さんの声、音程がちょっと、ちっ音ちゃ量いがでちょっしと低た。いかもしれない。ちょっあ、とそうです大ね。きはくい、いきますそうね。ですね。私のすい声まが大せきいん。ので、田村さん、よろしくお願いします。水子さん、ありがとうございます。はい、田村はさい。ん、出た。伊予大さん、出たって言われてますよ。はい、音質良くなりましはい。た。ありがとうございます。はい、こんな配信の仕方があるんですね、すごいということで、はい、今日は実はちょっと面白いソフトを使って、田村さんのお部屋に私がお邪魔してるようなちょっと見た目で配信をしていこうかと思っています。はい、レコード80年代と話が出てますね。はい、年の話は私と同じ、水越さんと、だって田村さんって同水越じさん、ちょっ年と、代？だいぶ先輩なんですだいね、僕ぶから先輩ね。なんですね。だいとぶいうこ先輩。とで。そうなんですね。はい、リーダーですから、水越さん。ね、まあ、大体同じぐらいの頃に青春を送ってきた感じの、先輩と後輩みたいな感じになるんじゃないかと思うんですけどもね。マッカーさんはい、含めてね、そうですね。マッ
赤ちゃんだいぶ下ですか。結構話共通のところがあるかもしれませんよね。はい、当時はアイドルデビューだったんだぜということでね。だって当時だってあれってチェッカーズとかあの辺って言ったら、あの男の子のバンドもアイドルっぽかったですもんね、あの頃はね。最初だから、うん、あのミュージシャンっていうよりはどっちかっていうとこう、はい、バラエティに、はいはい、今あれですけどその当時バラエティってのもんって感じだったので、はい、ミュージシャンからすれば、うん、バラエティから出ていこうっていう、こうがあったんですけど、ちょっと僕らはどうかなっていう反発しちゃって、はい、やっぱりですか、そのアイドルというよりはちゃんときちんとも音楽本格志向でいきたいっていうのがやっぱあったんですか。この時はそうでしたよね。でも今から考えたら本当は、うん、あの、うん、テクニックもなかったし考え方も子供だったので、うん、そこに乗っかっちゃった方が、言ったら今どうなってるかなっていうのはありますけどね。なるほどね。まあ、アイドルっていうとやっぱりこう周りの大人たちがきちんとこうひな型を作ってちゃんとこうアイドルの路線に乗せてあげてっていう、多分ねそういうのがあったと思うんですけども、なかなか本当にその音楽で自分で作曲もできたりとか、はい、歌唱力とか実力のある方っていうのはそれになかなかねそのままこうひな型に入りづらいっていうのはもしかしたらあったのかもしれませんね、当時ね。そうです ね、 はい、はい。ということで引き続きですね、田村さんの華麗なる経歴の方を皆さんにご紹介していきたいと思うんですけども、実はアニメとかですねゲーム関係の方でもたくさんの曲をあの書いていらっしゃるんですけども、例えばですね、はい、アニメキャラとしてオリコン史上初の1位の軽音第1期のオープニングとエンディングのカップリングを歌作されたのが実は田村さんだったりとか、はい、あとゆうちゃんのキャラソンとかですね、はい、映画の挿入歌のね、これサミダリ20ラブ、ねそうですね、はい、ファンの方をたくさんいらっしゃると思うんですけども、このあたりのアニメ関係とかまたゲーム関係などもですねたくさん作っていらっしゃって、はい、ドラクエのファイナルファンタジーに続き過去10年売り上げ歴代3位、ね、テレスオブディスティニー、はいはい、テイルズシリーズっていうのをずっと書いてまして、はい、はい、ですね、はい、それはまあ歌もんってじゃなくてやっぱり、はい、あのまあ、ゲームの BGM という形ですね、うん、はい、はい、やっぱりこうゲームの方ってこうシリーズものってすごくあのずっとファンの方長くいらっしゃると思うんですけども、あのゲームのそのソフトの中身もとても大切なんですけども、そのゲームの中に出てくる音響っていうか音楽っていうのもすごくやっぱりこれは重要なポイントになりますよね、はい、なるほどなるほど。ドラクエファイナルファンタジーに続き過去10年間の売り上げは歴代3位の、ね、音楽だったということです、ね、らしいです。うん、それから、まあ、さらにですね活動 の、 あの舞台がとても広くいらっしゃって、大衆演劇の若手の優のこれ花園直道さんでしょうか、楽曲に提供なさってらっしゃりとかですね、はい、あとソフトバンクホークスの歌物ね、えそれから BGM の演出曲など、はい、野球の、はい、ね、すごくそのなんて言うんでしょうね、応援歌、はい、はい、まあ、あのアニメもそうだし、それからこうロマンチックでメローな曲もそうだし、それから応援歌のような元気が出るような、歌もそうだし、ねえ、はい、それから、秋元さんのねプロデュースされている麻雀界のアイドルって方がいらっしゃるんですね、アイドルグループで。 そうですね、その当時そうでしたね、うん、なんか、はい、はい、ね、え素晴らしい。ということでもう本当にあのご自身の曲だけではなくていろいろな方の曲を書かれているということで、最近はプロデュース業の方も大変お忙しいということなんですが、最近ここ、はい、あの1年ぐらいでプロデュースされた方は具体的にどんな方がいらっしゃるんですか。はい、今やってる人が、はい、もうこうつい最近なんですけど、うん、2人組の 劇団の劇の、はい、女優の方なんですけど、ええ、2人組のを今、はい、ね、ゴージェットゴーゴーっていう、はい、劇を今やってるんですけど、はい、それのタイトル曲を書いたりとか、今後その2人が、まあ、デビューというか、やっていこうかなっていうのとか、はい、あとアイドルの、元カリスマのメイドさんの伊藤芽衣ちゃんっていうのがいるんですけど、はい、あ、はい、ちょっとぜひ皆さんにお写真の方も見ていただこうかなと思うんで、ねえ、はい、はい、ここをやったりとか、あとは曲、はい、作曲ですけれど、福士文枝さんっていう、あの今この前世界配信で、はい、結構すごくもう僕の中ではアーティスト色が強い人の曲なんですけれど、うん、はい、その人の曲を書いたりとかですかね、はい、
今田村さんがプロデュースされている、女性が比較的お写真多かったんですけども、皆こさのん今のお出て写る真を、エリカさんっエリていカう、さん、はい。はい、歌がうまい、すごく方ですけれど、はい。そう、この前、草月ホールっていうところでやったんですけど、えまた次、ワンマンで、え。はい。ヤクルトホールでワンええ。マンをやります。ああ、そうなんですね。すごくお顔も綺麗な方ですよね。それからもうすごく可愛らしいアイドルのこの伊藤芽さんとかですね。はい、それからまだまだたくさんいらっしゃるんですけど、ちょっとお写真の順番にご紹介していきますけども、あとこちらの方もそうですよね、女性の方で、誰だろはい、う。はい。ふみえさんかな、はい。はい、みえこれさんは、の、清水さんっていう、はい、すごくもう超アーティストな方ですええ、ね。このおお、曲はね、もうはい、一曲撮るのにすごく一年近くええ、やり取りしながら、おお、なるほだいぶど、結構大変だった曲ですね。やっへえ、ぱそこれだだわりけがある。思い入れがあるんでしょうね、こだわりがね。ね、はい、はい。それからまあ可愛らしい、この今日本だとこういった感じの、メイドさんみたいな可愛いは感い。じの方ですこか。れはクリアーズっていう、おええ、掃除ユニットっていうことで、はい、なんだろう、渋谷とかで、ボランティアでお掃除をしたりして、まあ、へその関係で、まあ、え、ええ、いろいろグラビアの方もみんな多いんですけど、はい、歌を歌って、ええ、僕は全部曲を書いて、今やってます。結構今いろんなところで、はい、ライブやったりして、いい感じに。えはい。え、はい、そのアイドルの真ん中でこう微笑むプロデューサーさんっていいつう。も僕、こういう写真とかをブログとかに載っけると、なんか、ね、ニヤニヤしてみたいな。楽しそうね、人生がって言われるでしょ。そう、印象が悪くなっちゃうかなと思いつつ、まあいいやと思って、いつも載っけてねえ、どうでしょうね、日本の音楽界だと以前ご自身がやっぱりまあアイドルグループだったりとかバンドされてた方で、である程度もう実力もついてきて、年齢を重ねてきてプロデューサー業に移行して成功される方って本当一握りだと思うんですけども、例えば以前シャ乱 Q のねバンドやってらした方とか、それからあと誰でしたっけ、名前、日本の名前が出てこないんですけど、安室奈美恵さんなんかの一連の曲を書かれた小室さ方んのね、名前小が出室てまさすんだ、ね。そうですね、そんな方なんかもともとはご自身がバンド活動なさってたりとかしますけども、そうですよね。ね TM ネッえ、トワークですね。ですはい。よね、小室さん。ははい。い、まあ、田村さんもそういった感じで今はプロデュースまあ、業ちょっの。とレベルが違いますけど、頑張ります。はい、はい。さて、それでは田村さんの音楽のお話の方にこれからじっくり入っていこうかと思うんですけども、はい、はい。まあ、今までのね曲がとにかくその1000曲以上を超える曲を書かれていらっしゃるということなんですけども、それまでは、はい、このストックがね、1000曲ぐらいあえるっていう話ですね。え、ねこの前ちょっと話したんですけど、実際に使われてるというか、コンえ、はい、ええ、ペが多くて、はい、どういう感じで曲は使われますかということでよく聞かれるんですけど、はい、コンペという形が多くて、ええ、コンペと対して決め打ちっていうのなんですけど、決め打ちは例えば田村さん、いい曲書くのでお願いしますねっていうこはい、とで、で、僕、とことんええ、やり取りして、もう、使ってもらうっていうことなんですけど、大体はやっぱりコンペっていう形がまだ多くて、それをどういうのかというと、例えば、まあ、SMAP さんだと SMAP さんで、こういう次のシングルで、こういうタイアップが出てる、早い曲でみたいなのがあれば、そういうのを、例えば作家事務所だったり、いろんなところに、プロデューサーさん、ディレクターさんから、お願いしますということで、いっぱい曲が集まるわけですよね。すまあ、ご音い楽に数でし限らょ、ずでコンペっも。てありますけど、はい。それだってそすれごい、ももうバリバリはい。プロの方のコンペなわけですから、素人さんの集まりではないわけですからね、もうプロの方がコンペで本気で出してくる曲の中から選ばれよるね。曲はたったの1曲か2曲なわけじゃないですか。そうなんですね。結構そ大変、れもう大を変ですよね。ね、勝ち抜いてくるそれわがけ使ですわれよ。なかったら、やっぱり、まあ変な話、お金にはなんないというか、こう仕事にならないので、まあとはいえそこでストックに残るので、後々他でまた使われたりとか、という形があるので、だからそういうのが今、1000曲近く、すなわちまあ使われてない曲が1000曲もありますよっていう話なんですけれど。すごいですね。まあ、その今まで作られたその数々の曲なんですけども、ここすごく聞きたいところだったんですけども、はい。どうやってその曲がなんかこう天から降りてくるとか、
いろいろな表現があると思うんですけど、どうやってあ、作ってら僕っしゃね、るんです天か？から降りてこないタイプなんですよね。どうやってもう作ってらっしゃるんですか？思うんですけど、まあ、天から降りてくるって人ももちろんいるんですけれど、はい。もともといろんな曲を、僕ももうたくさんいろんな曲を、まあ、ビートルズからはいろんな曲を、いい曲っていうか自分の好きな曲をいっぱい聴いて、その引き出しとしていろんなこともともと体に染みているという感じがして、まあ、そこからと引き出しを自分をもっと、例えばこういうアップテンポのポップな曲で、ちょっと古めの曲とかといったら、その自分の中からモードを、取ってきてっていうだけを出していくだけのもんで、もともと中にあるものを、だから降りてくるっていうか、ないものをこうどう考えても出てこないなっていうのは僕の考えで、だからどんだけいい曲だったり、いろんなことを自分にこう吸収させていく、結局もう出尽くした考えが今はあるので、やっぱり今までの履歴というか、自分の、引き出しからどんだけ出しから組み合わせていって、で金銭に触れる曲を作るかっていう、まあ、作業というか、そういう形だと思うんですね。ちょっとまあ夢のない話かもしれないですけど、僕の場合は実際そういう形がですかね。多分その心の中にいろいろな曲の元になるためのいろいろな思いだったりとか感情だったりとか、そういうものを蓄積するために、普段田村さんが勤めてやってらっしゃることって例えばあります？例えば綺麗な景色のところに行くだったりとか、何かあります？曲の元になる体験をするために。まあ、すごいストレートな、ちょっと昔までは結構もうそれこそヒットチャートとか海外とか日本の、まあ、オリコンじゃないですけど、そういうののヒットの10曲ぐらい、1位から10曲の毎月、まあ、レンタルしたりとか、借りてきて聴いてたりとか、そういうのはありましたけどね。ただ、日々の生活でっていうのは、もう逆に音楽も聴かないというか、もう仕事で聴いてるんで、普段はそんなに、だからよくこう、意外とそう iPad なんだ。とか電車でっていうのって、僕一切聴かず、ね、ただ、こういう iPhone で、こう思いついたときに、こう、それで録音するっていうのは、もう街中、いっぱいありますよね。急に歩いてるときにはい、こうふっと思い出したら、こう、ラララランっていうところですか？そう、電話してるふりして、なー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 みたいな。ちょっとメドリーラインを入れとくんですね。そうなんですよ。で、帰ってみたら案外つまんない曲だったりとかする。意外とね。そうなんですよ。でも結構ここにもういっぱい、これでも100曲以上おそらく入ってると。で、その、ほんと断片なんですよ。ダダディダダダとか、なんかそういうふうに入ってた。それがあれですよね。こう上手にこう折り重なって一曲の曲になっていくっていうわけですよね。不思議、なんかそれって。音楽の才能のある方にね、私本当に一つお聞きしたいのは、私は結局ピアノをやってても身につかなかったことがあるんだけども、絶対音感ってあるじゃないですか。これタララーンチャーンって、それはもちろんあれですか、田村さんお小さい頃からその才能は。絶対音感はないです。相対音感はありますけど、絶対音感はないですね。ああ、そうなんですね。やってる方はやっぱりあった方がいいかもしれないですけど、どうなんでしょう、ポップスというか、こう、やってる人で、僕の前でも、絶対音感ってやってる人結構少ないかもしれないじゃあ、あれはもう本当に稀な才能の一つになるんでしょうね。そうあですね。と、なんか意外とそのメジャーな作曲家の先生方でも譜面が書けない方いらっしゃるって話は聞いたことあるんですよね。それで譜面というか、おたまじゃくしが書けなくて、その代わりなんかこうコンピューターでサラ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 って作るっていう作曲さんいらっしゃるって話を聞いたことありますけど。今は僕もそうですね、僕も譜面得意じゃないですけど、まあ、クラシックの人は全部やっぱり譜面で今もあれですけれど、で誰かにこう弾いてもらうとかの時はコード譜とか、それなりのメロ譜とかっていうのは、でも今はシーケンサーって言って、音楽をこうキーボードでこう作るんですけど、まあ、これをこうシーケンサーっていうのをコンピューターでやるんですけど、それをもう打ち出して、PIF とかそういう形で、メロが出てくるので、かっこうこやって、いいな。譜面に書く感じの、トーン記号書いてっていう、昔みたいな感じは全くなくなったんで、僕も退化していって、以前は結構書いてたんですけど、
時代もね、いろいろ、まあ、コンピューター時代になってきて移り変わってきてるってもありますけど、今その田村さんがいらっしゃるところは超素敵なご自宅スタジオだと思うんですけども、今そちらえ、は普段作曲されているスタジオのそうです設備なんでね、すね。メロが寝てます。おお、なん見えないかか、お遠家くの見中て。も綺麗ね、本当にメロちゃん寝てるでも見えし。ないかな。で、こうギターがあったり、こうマイクすがごいあって。なスタジオっていう別の普通の部屋ですけどね。ね、私田村さんのブログすごい大好きでよく拝見してるんですけど、これすごい綺麗好きですよね。まず田村さんのお家ってすごく整然と綺麗に、まるでモデルルームのようになってるご自宅ですよいや、ね。実はね、ここモデルルームだったんですけどお、ね。あ、本当にその名残のまモデま。ルルーム、そうなんですよ。隣の、すごい細かい話になっちゃうけど、隣のマンションを見に来たんですけど、で、そこは人が住んでて、で、そこは嫌だなっていうことで、隣見たらたまたまモデルルームが2個空いてて、もういっぱい人来てたんですけど、でももう、その不動産の人にこっちちょっと見たいんでっていうことで、すぐ気に入って、近くまで駅で10万下ろして、もうそこですぐ送金決めで。た。で、ペットちゃんもそれがモデ飼えルるっルームてだっことたんでです。ね。だからなんかそのままもうモデルルームのまま生活感のない感じで暮らしている作曲家の先生っていう感じですよね。まあ、全然、すごい綺麗素にこう敵。見えるだけで、実はそうでもないいです。や、本当に綺麗です人が来るよ。ときに、綺麗にするだけで、普段は全然。私ね、田村さんのブログの中のお写真ですごく大好きな写真が一枚あるんですよ。特に好きな写真が。ちょっと白モノクロっぽく写ってる写真で、ダイニングテーブルのところにメロちゃんと田村さんが向かい合わせになってご飯食べてる絵があるんですよ。すごいですね。あれ、見よてくま見つす、けましったかりね。見てる。だすごい大あ好れきはで。ね、写真家の人っていうカメラマンが、なんか撮ってた時に、たまたま、外から、バルコニーがあるんですけど、そこからたまたま撮って、僕ら休憩してたんですね。その時にメロがそこに対面にいて、その時に撮った写真がたまたま。メロちゃんといつもああやってご飯食べてるんですか？メロちゃんが。でもないですけど、でもまあ、どんどん上がってきますね、メロは。ねえ、あの写真すごく私大好きなんですよね。それでワンちゃんにメロちゃんってつけてお名前つけて可愛がってるのもそうなんですけども、さっきちょっと冒頭で少しお顔が見えたんですけども、なんかすごく田村さんがメロちゃんのこと大好きなんだなっていうのがブログとか写真ですごく溢れてますよね、絵の中にもね。もう大好きですね。ねえ、でしょうね。ということで、まあ、メルちゃんちょっと今もうお休みになってしまったんですけども、それではロケットバンビの話の方にね、ぜひ行きながら皆さんの書き込みの方をちょっとご紹介していきたいと思うんですけども、田村さんの作曲リスト書いたけど疲れたというぐらいあるということでですね、ちくなさんがコメントくださってます。ちくなさん、すごくロケットバンビの、っていうか僕にもいろいろこう、ファンとこう見ていただいて、すごくありがそうたいなんと思っですてます。ね。今日はそうするとロケットバンビの話はこれから出てきますので、ちくなさん楽しみにね、しててくださいね。水越さん、それを言っちゃって何のことだろう。 なんか下の方で書いてたみたいですね。スマップ、君を微笑みに変えては田村さんの作曲ということで、スマップがこれからどんどんこう登っていくっていう、そういうね勢いをつけた時に田村さんが書かれた曲だそうですね。素敵な声ということでね、本当にね。特僕のにで声ですございか？ます。僕の声ってことですそうか？ですよ。だから歌ってもいいし喋ってもいいってことですよね。誰に曲を書いたか改めて聞くと、俺は田村さんになんて失礼なことをしてるのかと思ったりして。 ねえ、扱いが書低いんですきよ、下ろ違うか。しのね。いや、でも水越さんの話もこれから出てきますけども、まあ、水越さんって方が皆さんいらっしゃってね、もうバンバン夢を叶えてる素敵な方なんですけ今度、ど。だからユースト僕やるんですよ。ロケットバンビのライブに向けてっていうか、2回やるんですけど、その時は僕のリクちゃんも来るんですけど、その時に水越さんも来ていただいて、打ち合わせして、初めてと言っていいほどのユーストを僕、やろうかなって番組という形で、音楽されてる方だからユーストやったらもうこれ鬼に金棒になるでしょうね。ご自身の曲をもうかけたりとかできるわけですもんね。すごいわそれいいですは。ね。やっぱり水越さんにちょっとご指導していただいたら、やろうかなって。水越
ます大先生にね。これまであの皆さんにきっとたくさん水越さんってあの何でしょうね、思いを寄せてもらって水越さんの夢がこの間一つ大きなのかなったじゃないですか。で今度は水越大先生の方から今度ユーストの指導ご指導いただけるって、これは嬉しいですね。もうあの愛のキャッチボールみたいな感じですよね。はい、はい、水越さんライブ、ユーストリームの講座をいろいろやってるので、はい、あ、そうか、メロちゃんのメロなんだ、メロディーのメロちゃんなんだと。ね、そうですよね、メロちゃんね、はい、あとメロにメロメロって言いたいと言いたいと言いたい、あー、メロにメロメロ、それも書けてらっしゃる、はい、ブログを昔書いてたんですよ、はい、多分ブログの前身がそういうメロにメロメロっていうメロばっかりのこと書いてたんですけど、もういい加減しちゃったので、はい、書いて、あー、なるほどね、そういうあのいきさつがあったということなんですね、はい、はい、さて、それではメロちゃんがまた気まぐれに目が覚めたらぜひまた画面の方に登場していただけたら嬉しいんですけど、うちも実はココちゃんがスタンバイしてまして、今日は、あ、そうですか、今日はメロちゃん出てくるというので、まあ、福ちゃんなんかも猫なんで、もう最初からもう出てくるかどうかわからなかったんで、ちょっと今日はココちゃんが今日スタンバイしてます。ココココココちゃんです。あ、メロ来た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 、メロ、無理やりメロちゃんを起こされた感じ。メロ、ここ、ここ、ここちゃん、ここちゃん、ここちゃん、メロちゃん、メロちゃんは何の種類のワンちゃんですか？イタリアングレーハンド。ああ、グレーハンドですね。体がすっきりと細くて、ねえ、走らせたら速そうなメロちゃん、メロちゃんの方。早いです。6秒2ぐらいですね。ねえ、さすが、あの、走るために生まれてきたワンちゃんですよね。すっきりと細くて、はい、今ちょっとうちのココちゃんはあの今隣で休んでますけど、メロちゃんもご機嫌よかったらそばにいてください。さて、それでは田村さん、ロケットバンドのお話の方に入っていこうかと思うんですけども、はい、はい、ロケットバンビなんですけども、ロケットバンビがまたボーカルのリクちゃんがすごく可愛くて、バンビちゃんみたいで、この、 あのロケットバンビさんの結成のお話からちょっと聞かせていただいていいですか。どんないきさつでできたんでしょうか。ロケットバンビはもともと3人別の、はい、女性がボーカルだったりとか、いろんなこう流れがあるんですけど、でもともと3人でやってたんですけれど、で、まあ、あのリクちゃんが入って3人でやってたんですけど、はい、その後今、キーボードの人が抜けちゃって、はい、今この写真載ってるのが、一応この今最後に残ったのが僕とリクちゃん で、はい、で今度はでも この時もサポートでドラムの人とか、はい、ベースの人に手伝ってもらってやってる感じなんで、ロケットバンド、ロケバンドって言ってるんですけど、はい、で僕とリクちゃんの今2人のユニットではあるんですけれど、はい、次回の8月、8月11日の、はい、ワンマンには、はい、ドラムとベースを入れて、はい、ロケバンドというか、はい、っていう形でやろうと思っています。今その8月のライブのですね、はい、お知らせがちょっと画面の方に登場しているんですけども、はい、ワンマンということで、もうこれは皆さん、ロケットバンビのファンの方はぜひ渋谷の方に駆けつけていただきたいと思うんですけど、田村さんの方からちょっとこの8月のライブに関してもう少しお知らせを皆さんの方にしていただいていいですか。はい、はい、まあ、その前にユーストリームを2回、なんだっけ、ちょっと日にちはあれなんですけど、またアナウンスしますけれど、はい、それに用に生演奏をしたりとかっていうことで、ここでリクちゃんと、あとさっきの水越さんと一緒に、はい、やりたいと思います、はい、その8月11日土曜日は、ワンマンってことで、前回やったワンマンが、1月だったんですけど、その時はオープニングアクトとかいろいろ入れたんですけど、今回はもううちらだけでちょっと、はい、まあ、勝負しようということで、うん、1部と2部があって、このフライヤーにも書いたんですけど、はい、2部がポップマジックって感じで、2部がロックパーティーってことで、はい、1部はもうポップポップでカラフルで、はい、すごくこうなんだろう、ポップな感じですかね、はい、なるほど。で2部に関してはちょっとロックなノリノリな感じで、はい、やりたいと思います、はい、もうメロがもう眠たそうに強引に強引に強引にやってますけど、はい、はい、
今そのりくちゃんの、アップになっているフライヤーが出ているんですけども、本当にこ の, お知らせのフライヤーを見ても、なんかこのフライヤーを見ただけで田村さんの曲がね、メロで明るい曲がこう浮かんでくる感じがしますよね。はい、そこでですね、ぜひ皆さんに私の大好きな、ロケットバンビさんの2曲目の曲をぜひ聴いていただこうかなと思うんですけども、はい、ロケットバンビさんの曲ってこれまでに田村さんお救いになった曲って何曲ぐらいあるんですか？今だ、はい、まだ15曲ぐらいですかね。15曲ぐらい、はいはいはい、その中から、今日オープニングで私がもう夢を叶えてかけさせていただいたスライドドライブ、そしてもう1曲、はい、今日2曲目皆さんに聴いていただくのが、これはブランドニューワールドという曲になるんですけども、はい、これもまさしくタムタムワールド、はい、ねえ田村さんの本当にこう明るい元気いっぱいのメロウな曲調なんですが、私の大好きな曲でございます。それではここで1曲聴いていただきたいと思います。田村さんのお書きになった曲でございます。ロケットバンビの曲の中からブランドニューワールド聴いていただきます。ということで、ロカットバンビさんの曲で私の大好きなブランニューワールド2曲目で聴いていただきました。さあそれでは引き続き、田村さんの方にお話を伺っていきたいと思います。田村さんどうぞよろしくお願いします。途中ねメロちゃんの肉球が可愛くてすごい、田村さん可愛かったですよ、肉球がアップで。あ、そうですか。はい、もう、はい、本当にじゃあもうメロメルカイメロちゃんもね、メロちゃんありがとうございます。結構無理無理起きていただいた感じがしますので、うん、最後にアップで、はい、行きたいと思います、はい、メロちゃんおやすみなさい。かわいいですね。なんかメロちゃん自分犬って思ってないっていうふうにこの間田村さんおっしゃってましたけど、そうなんですよね、結構だから散歩してても他の犬に吠えちゃうんですよね。あ、本当に、うん、
まあ犬と思ってないからほえてるのかよくわかんないですけど、ねはい、この間あれですよ、メディカス、これからお話が出てくるメディカスバンドの、はいはい、あのボーカルのお一人の金光サリーさんが歌いに来た時に、はいはい、もうべったりサリーさんのお膝に座ってます、ね、サリーさんがえらい慣れてる、メロがメロちゃんがもう私服の時で目がトローンとしてるお写真がブログの方に上がってましたけれどもねえ可愛かったですね、はい、はい、それでは引き続き、まあ、音楽の話を中心に伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ロケットバンビさんなんですけれども、はい、どうでしょう、今後ますますあのご活動の方を発展させていくということになると思うんですけども、田村さん、はいはいはい、あのロケットバンビで目指しているところって最終的にはどのあたりになるんでしょうか。やっぱりベタなんですけど、はい、もう こんな時代だからこそやっぱりちょっともう上を目指したいと思いまして、はい、インディーズという形ではなくてやっぱりちょっと、はい、まあ、メジャーというか、まあ、メジャーというかたくさんの人に聞いていただきたいなという意味のメジャーっていう意味で、はい、もっとたくさんの人に、行っていただけたらなと思っています、はい、なるほど。で、まあ、そういう感じで曲を作ってるので、はい、すごくマニアックな曲じゃないので、割とマスに受けるというか、うん、っていう曲を作ってるんで、はい、できればそういう形のでいければいいかなと、表に出ればいいかなと思っています。はい、なるほどね。田村さんはそうですね、まあ、ロケットバンビさんがどんどんメジャーになっていけばいいっていうふうにおっしゃってますけど、ご自身もバンドのメンバーさんとして活動されてますからね。そうですね、曲を作りながら自分でも、はい、バンドの活動されてるって、やっぱりライブってミュージシャンにとっては本当にエネルギー源になるっていうけど、そうですか、お客さんの中に入って演奏したりとか。そうですね、やっぱり曲やってたりとか、うん、いろんなプロデュースやっててもそうですけど、はい、やっぱり自分がやるのはちょっとまた違うし、うん、いろんなバランス、気持ち的にバランスが取れるので、はい、いいですね。そうですよね、はい。そしてさらにもう活動の場が広がって、まあ、ソーシャルメディア時代のお話になってくるんですけども、はいはい、いよいよメディカスバンドのお話の方に、お話が移っていきますけれども、はい、まずその田村さんとメディカスの水越さんですよね、はい、彼との出会いっていうのはどういうところからだったんですか。はい、はい、水越さんとの出会いは何だったのか、あれ？何だったのかな。そう、あ、はい、友達伊藤岳さんっていう、あー、岳さんですか、はい、池上さんもご存知だと思うんですけど、はい、僕だから最初はそうだった気がしますね、の紹介というか、あ、そうだそうだ、岳、はい、さんと河合さんと、水越さんが出てたユーストリーム、はい、もう初期だったと思うんですけど、はい、の頃に、を見て、あ、なんか面白いなってことで、はい、おそらく水越さんに連絡したりしたのかなっていう。で最初はその水越さんが配信されていたメディカツをご覧になったところからご縁が始まっていったということなんですね。はい、そうですね、はい、そして、はい、まあ、実際に田村さんもメディカツにご出演されたのではないかと思うんですけども、それは水越さんの方から、はい、そしたらぜひゲストでってお話があったんですか。そうですね、はいはい、最初に出たのが僕のリクちゃんと2人で、はい、まあ、ロケットバンビとして出て、その後4回ぐらい出てますね。最後はメディカツバンドとして出たり、あとスタジオで、はい、水越さんの曲は僕アレンジして、一緒にセッションっぽくやったりとか、その時それこそガクさんとか中野さんとかが配信してくれたりして、で2回目は、メディカスバンドの向井さんも参加して3人で、はい、ギター弾きながらやったりとか。そうですね、私も実はそれ、はい、オンタイムでライブで拝見したんですよね。あ、そうですか、はい、それで向井さん自身も彼も20代の頃に一度音楽の業界でメジャーの方に音楽で生きていこうっていうふうに思っていらっしゃったと。で、かなりね、はい、そのメジャーの路線に乗るか乗らないかのところでなんとなく夢が挫折してしまったと話をね、その時に聞いてましたね。そうですね、すごくいいとこまで行って、ですよね、はい、ですよね。当時尾崎豊さんが
すごくやっぱ人気があって、それで向井さんって少しその表情が尾崎豊さんと似てるところもあったり、あと声がね、ちょっと尾崎さんを彷彿させるようなところもありますね、そう彼なんでは。すよね。パワフルで。ねまあ、メリーカツバンドでもちょっとこう、え。異色な、ええ。こう、雰囲気を醸はい。し出してますけどね。そうですよね。そしてメリカツバンドといえば、今小さくお写真が出てますけども、一番右の向井さんで、それで、紅一点の金光サリーさんと。サリーさんはまたどういういきさつでメリカツバンドの方にご参加されるようになったんですか？サリーさんは感じですよ。でもやっぱりこの辺の方は、まあ、水越さんメインに、そうですね、まあ、ユーストリーマーですからね、お互いのバンドに、番組に出たり、僕もサリーさんの番組に出させてもらったり、おそらく今年の一発目が僕だったと思うんですけど、ああ、なるほど。ビーゴラスですね。そうです、ビゴラスですね。それで歌を聴くと、またすごく良くて、なんか世界を持ってる感じだったので、これいいなということで、すごで、く透今、き通まるた、感じの声のね、方そうでですすよね。ね。お顔もすごく綺麗な方ですけど、本当に透き通で、る今綺3麗な曲声。この前 CD にしたんですけど、今また次のも、それこそ先ほどの向井さんがどんどんやっぱり作詞が結構すごくて、いい詞をどんどん書いて、今、この前録音したのが読書のすすめっていうので、僕以外4人が全部やっぱり、著者さんなんですそうね。ですよね。そういえば、本本を当に書いそうてる。ですよね。で、実際セミナーいろいろしたりとかされてる方なんで、まあ、読書のすすめっていうことで、向井さん発信で、まあ、読書を進めようというか、今、活字離れが進んでいますけど、そういう感じで、っていう曲をどうかなっていうことで歌詞書いていただいて、で、僕は曲を書いて、で、この前、サリーさんが歌ったっていう感じですね。で、もう次の曲も、また次もまた曲はあるんですけど、もうどんそどんんなそういうにそうなんです。向井さ話ん、がどん飛どんんで歌す詞をね。ね、書いていただけるので、まだまだ追いつかないっていうぐらいな感じなんですけれど。おお、なるほど、そうなんですね。あと、向井さんと今、山口さん、今次の向井さんの隣いる山口さん、ライターでもあるんですけれど、向井さんも一度お会いしてますね。一緒に、この間の100回記念の時にもご一緒させていただきました。山口さんと、向井さんで2人で今度、アコースティックデュオっていうか、そういう感じでなんかしようかっていう話もあったりとか。なるほど。メディカズバンドの中からもまたさらに細かなユニットがどんどんこう発展していそうくですみたいね。な感じですよね。なるほど。そうであすとは、か。どうぞどうそぞ。の後はなんかもう、メディカスバンドじゃなくて、他の既存のこうアーティストとかじゃなくて、普通に一般の方とかも、なんか歌いたいとか、音楽をしたいとか、自分のテーマソングが欲しいとかみたいな方を、に、まあ、僕らがみんなでプロデュースして、曲を作って、なんかどこでこう、配信していったりとか、広げることもできればなっていうのをこう、まだ漠然とですけれど、そういう感じもしたいなというのは思ってます。なるほどね。そうですか。田村さん、今日はたくさんのお客様が書き込みをしてくださってますので、せっかくですので、ソーシャルストリームの皆様ともご一緒に対話をしながら、さらに田村さんにお話を伺っていきます。メディカツバンドのお話に今なってきていますが、順番にご紹介していきますね。淳さんからいただいています。田村さん、普通にインターフェースにつながればよかったのにと。オーディオインターフェースってことですね。もうその方が音がいい。音でがも、これね、音悪いのかな？大丈夫かな？私聞のこえかてるけのてかな？る方はちょっとパソコン経由になっているので、ちょっと音が少し、ごめんなさちょっいとよれちね、ゃったりし少まししただね。け。田村さん、かっこいいということで、浅井さんから、コメントいただあいりていがまとす。スポーツ選手が監督になるのに似てますねと、佐藤正敏さん、佐藤さんからいただいてます。ありがとうございます。作曲そうですは、ね。経験の組み合わせなんですね。内田さんからいただいています。ありがとうございます。ありがとうございま普す。段は音楽は聴かないのにね。先ほどの話ですね、きっと。田村さん、音楽の仕事してるから、普段は聴かないのそうですねね、あんまりと聞かね。ないかもしれないですね。もう全然自分のやってる音楽じゃなくて、もっとヒーリングな感じとか、聞きますね。意特に寝外るとときはね。もう全く、意外全と然音楽家波のの方って音とそうかなんそういうのね。聞き
へえ、そうなん、一流の料理人さんがお家であんまり料理しないのともしかしたらちょっと似てるのかもしれないですどね。うですか ね。うんね。で、かあちゃさんからいただいてますよ。写真家のあっちゃ方さん。ですね。はい。まだ iPhone どころか、携帯もなかった頃は公衆電話から家の留守番電話に吹き込んでいたミュージシ僕ャンももやっいてたまらした、しいこですれ。よ。って、はこう、い、はい、やってあ、ました。曲のイメージが浮かんだらってことですかそう、ね。東京来た時に一人住まいしてた時、まあ家だとあいな、一人住まいした時に、電話、公衆電話から、よく留守電にかけ、入れてましたね。私もなんかひらめくとネタ帳みたいの持ってて、パパパって書きますけどね、浮かんできた言葉とか、それ後で素材にしたりとかしますけどね。佐藤さんからいただいてます。小説家がたくさん読書するのに似てますねと。はいね、音楽家の方はやっぱり音でふんふんふんってメロディー入れるらしいですね。内田さん、田村さんの作曲のインスピレーションは綺麗な女性に会うことも含まれますかっていうご質問ですけど、どうですかそのあたりは。含まれてる含とま思いれまるすでしね。ょうね。あまり意識はしてないですけ綺ど。麗なね、可愛い女の子がいっぱいやっぱり周りにいる環境ではありますよね。はい、ミリカツバンド、金運バンド、また再生ありがとうございます。はい、カズさん、絶対音感あると日常のあらゆる音が、合符化して気持ち悪くなるって聞いたことがありますと。あ、意外とそういう弊害がちょっと出てきたりすることあるんでしょうそうですね。ね。絶対音感ある人はもういろんなこういう音が、はい、あれですよね、音程に聞こえちゃうん聞こで。えちゃうんでしょうね。だから見えない霊魂が見えるのと一緒で、そうで聞いてないけど聞こえちゃうみたいなね。はい、iPhone はそういう使い方もできるんですね。ということで、イアンドゥラオーマーさんからいただいております。ありがとうございます。チクナさんから、田村さんの仕事場だということで、先ほどちょっと田村さんスタジオを見せていただきました。はい、そうなんだ。ね、田村さん、綺麗なお部屋ですね。やっぱり皆さんおっしゃいますね。仕事場が素敵。それから、そんなあっさり買えるんですか、モデルルームに行ったっていうお話が来てますけど。あっさり買っ あって、さり。必殺何十年ローンっていうやつです一冊ね。何十年の。いいなー、でもなんかすごいおしゃれで生活感のない感じで、家いや、の中生活に感ないことないです。大丈夫です。生活あるとこは映ってない状態ということでね、今ね。はいね。はい。ロケットバンビーということで掛け声いただいてます。浅井さん、ありがとうございます。田村さんは歌はないのだろうかと。田村さんも歌ってらっしゃいますよね、歌は、ご自身で。私はカラオケで聞いたことありますけソロという感じではないですけど、コーラスしたりとかいコーろいラスろとかで歌ったね。りはしてますけれど。はい。私はソロの曲をこの間日本で聴かせていただきましたけどね。カラはオいケ行きましたよね、ね、一緒もうぐちにね。ゃぐちゃのやつですね、もうね。カイタさん、田村さん、声が宇宙人化してますね。先ほどちょっと声が少しねじれちゃった感じで、今大丈夫だと思そういですます。か。大丈夫はい、かな。田村さん、フェイスブックのカバー写真もいいですよね。おしゃれなね、ちょっとトーンがモノクロチックな感じのやつですよね。はい。今はでもあれかな、Facebook のカバー写真は、変わりました？イベントの、メあ、リカツミバリカのツイにベンなっトのたん時だ。の。そうだそうだ。ブログがなんかお部屋でギター持ってメロちゃんがいそるうです感じね。のね。ブログはそうですでね。すよね。はい。ココちゃん、メロちゃん ということで、今日は犬シリーズで来てます。ありがとうございます。わあ、かわいいなと。いたぐれだ、私の欲しい犬ということで、澤田さんからいただいてます。ねえ。メロちゃんのめちゃめちゃかわいい、さっき肉球のアップがかわいかったですね。はい、水越さん、メロちゃんは僕の膝の上で寝るんだよ、かわいいなーだって。水越さんのお膝も気に入るんですよね、きっとね。はい。気に入ってまあまあなんですね。サリーさんのが一番気に入ってみたいですけど、やっぱりね、女の子のお膝が柔らかくていいのかもしれないですね、メロちゃんもね。メロちゃん、ちなみに女の子なんですか？男なんですあ、よ。やっぱり男の子なんですね。だから女の人が好きなんですなよるほね。どね。はい。今、書き込みの方にも水越さんなどが書き込んでいただいて、向井さんも先ほど出てきていただいたんですけども、いよいよメディカツバンドということで、お話をしていきますけども、はい、このメディカツバンドが、この間、6月の12日の日でしたっけね、水越さんの100回のメディカツの配信を記念して、お台場のカルチャーという大きなイベント会場で、ライブ会場を使って、で、イベントをしていたんですが、あれすごかったですね、田村さん、また。そうですね、北原さん、ねおえ、もちゃ鑑定の北原さんが来たりとか、元キャプテンの女の人が来たりとか、いろいろゲストも豊富で、結構
面白かったですね。ねえ、はい、途中お歌あり、トークあり、それから過去のメディカツの、あの面白かった場面がありとね、まあ、本当に盛りだくさんで、またそこ100人ちょっとキャパだと思うんですけども、本当にお客さんが、はい、あの入りきれないぐらい駆けつけてくれましたけど、ね、あのあたりもすごかったですね、水越さんのイベントは。はい、ねえ、200回、うん、やってほしいですね、200回300回とね。そうですね、あの本当にもう水越さんも普段からおっしゃってらっしゃいますけど、継続は力なり力なりっていう、本当にそれをあの具現化したのを見せていただいた気がしますよね、あの日はね。それで、あの特にあのあそこのイベントで私がすごいなって感じたのは、水越さんがどんどん夢を叶えていかれるじゃないですか、はい、ねえ、すごい本当にね、マッカイさん、あれもあれも不思議ですよね。次の日、あの事情ご存じない方の方にためにちょっと簡単にお話をさせていただくんですけども、まあ、水越さんがね、今日もコメントに出てきていただいてますけど、このメディカツバンドの一番真ん中に映ってる方なんですけども、あの水越さん自身もあの20代、10代から20代のこうミュージシャンになりたいっていう夢を抱いてたんですってね。それで、まあ、あの有名な、ね、地元で有名な印刷業界の3代目御曹司なんですよね。それで音楽の道を諦めて、はい、あのご自身は家業を継いで3代目になられていると。それで、まあ、しばらく音楽の夢っていうのはきっとご自身の中で忘れてたと思うんですよ。それが、まあ、あの最近のこのソーシャルメディアの流れもあり、それで2年ちょっと前からユーストリームの配信を始めることによって、その10代の終わりから20代の頃に描いていた音楽でデビューしたいっていう夢が実は皆さん叶ってしまった方なんですよ。そうですね、これね、はい、だからそのもともとはだから一番最初の水越さんとあの田村さんとの出会いを見ると、その水越さんが配信されていたメディカツを田村さんがご覧になったことが一番最初のきっかけにはなっているんですけどね。そうですね、うん、はい、それであの水越さんの方から曲を書いてくださいっていうふうに依頼が来たわけですか。最初はそうですね、うん、水越さんのもともとの昔の曲をリメイクというかリレックして、はい、アレンジして、うん、はい、曲をやったりをしてたんですけど、はい、でも、まあ、僕が最初言ったと思うんですけど、なんかせっかくだからオリジナル作りませんかっていうことで、はい、やり始めたのが最初ですかね、うん、あのメンバーは誰って決めたわけじゃないんですけれど、はい、そのうちなんかこうあの今の5人にとりあえずなって、うん、っていう感じですかね、はい、なるほど、はい、あの今回実はこの後に皆さんにお聞きいただくんですけども、このメディカツの5人がデビューした時に2曲あの曲をまず書いていただいたと思うんですけども、この5人の中でいろいろ相談したりとか、はい、意見が出たりとかいろんなことがあったと思うんですけども、どんな路線で行こうっていうのを最初にお話があったんですか。やっぱり、メディカツっていうのと、まあ、はい、ハッピエクっていう、サリーさんのもそうなんですけど、はい、まあ、夢を叶えたりとか、ということなので、夢を叶えるための、うん、っていうコンセプトですかね、はい、あとまあ楽しく人生楽しく生きようじゃないですけれどそういう部分も含めて、はい、まず自分たちが楽しんでやりながらという感じですかね。なるほどね、はい、水越さんから書き込みいただいてますよ。田村さんと話ができるだけで感動でした、かっこ当時っていうふうに書いてますね。昔ね、はい、昔、今僕水越さんと喋るだけでも、うん、ね、感動ですけど、はい、ね、え、それでその、はい、まあ、水越さんがそのメディカツの100回目の記念イベントということで、まあ、大きなライブイベントをされて、その時にその曲の発表お披露目もあったんですけども、その曲が今日2曲この後おかけする曲なんですけども、そのイベントの終わりの方でね、あの感動的だったのは、はい、水越さんって、まあ、これで一つあのバンドであの曲がデビューできて、バンドとしての活動ができたということで夢は叶ったじゃないですか。それで、はいはい、さらに今年中に叶えたい夢っていうのを会社の方で皆さんに宣言したんですよね。はい、それが、ね、まあ、あの水越さんが、ね、あの10代20代の頃から憧れ続けていたシンガーソングライターの杉正道さんに自分の番組出ていただきたいっていうふうにあのおっしゃってたんですよね。はい、うん、それもね、マッカイさんのこう、はい、これ話長くなっちゃいますからね、あれですけど、知ってるまあ人が、はい、あれですけどね、そのマッカイさんの、うん、あれ、マッカイさんってどのぐらい結局東京いたんですかね、あれ。
1週間ぐらいですか。1週間ぐらいですよ、実際にいたのは。そうなんですね、うん、だから目まぐるしい、いろんなことがありましたよね、うん、僕が知ってるだけでももちろんそれ以外にもいろいろあったと思うんですけど、すごいですよ。朝昼晩ってあの3つスケジュール入ってたんですけども、その中でも、はい、そのメディカツの100回記念のイベントの翌日に13日の日だったんですけど、あの、はいはい、都内を中継車でいろんなところにあのなんて生中継に行ってたんですよ。はい、それでもうその中継先っていうのは自分であの1ヶ月ぐらい前からいろいろプランをして決めてたんですね。でもう決まってたんですよ、はい、どこに行くかっていうのは大体。それでその13日の日も5カ所中継であのインタビューに行って、一番最後目黒 の、はい、あのワールドネット TV さんの方にね、はいはいはい、あの堀江純さんというミュージシャンの方が番組やってるんで、はい、その取材に行きましょうって最後行ったんですよ、5件目に。それで堀江純さんにお話を聞いて、 ありがとうございました、でそれで、まあ、今日のロケが終わりましたっていうところで、ディレクターの女性の方が ありがとうございましたって、次はじゃあゲスト杉さんがいらっしゃいますので8時からですっておっしゃるんですよね。それでって杉正美さんですか、そうですよっておっしゃるので、ああじゃあちょっとすいません、あのこのままあのいさせてもらってお会いできないですかっていうふうにお話をしたんですけども、その時はあのダメだったんですけども、はいはい、あ半ば諦めかけてそのロケ撤収して出た時に杉さんが向こうから歩いてきたんですよ。はいはい、 そう、はい、それでそのまま中継車を起動させて杉さんにインタビュー取って水越さんの番組に出ていただけませんかってお話をしたら、杉さんがいいですよってもちろんですっておっしゃっていただいて、そうですね、うん、だからあの時清美さんも号泣で、結構こう見てる方もリアルで僕見てなかったですけど、うんうんうん、はい、アーカイブ見て結構来ましたよね、あれ。でもあれね、田村さん、私も思うんですけど、水越さんが本当にピュアに自分があの杉正光さんに出ていただきたいってずっとおっしゃってたじゃないですか。で、はいはいはい、今年の初めも確か水越さんってご自身であの杉さんのライブに行って直談判してるんですよ、彼出てくださいって言って。 で、ね、で北原さんの時はその方法で北原さん出ていただけたじゃないですか。はいはい、でも杉さんは、まあ、その後いろいろなライブがあったりとかいろんなのがあってご連絡できなかったんですって、気にはなってたんだけど、はい、うん、それであのタイミングで目黒で私がお会いすることになって、それであの杉さんが思い出してちゃんと覚えてましたよ、あの水越さんが1月のライブに来てくださったの覚えてて ね、 ね、うん、そうそう、やっぱり必然というかね、引き寄せた感じですよね。だからね、本当に水越さんみたいに夢叶いたい叶いたいってずっと本当にピュアに思ってる人って叶うんですよね。ですね、うん、だからその水越さんご自身というよりはその他の人までそのピュアな夢の作用っていうのがあの移っていっちゃうというか、はい、でだってありえないタイミングだと思いません？私本当思うんですけど今振り返って、ね、そうですよ ね、 ね、それでなんか杉さん出ていただくあの1週間いる間にねそういうのが起こるっていう、ね、翌日でしたからね、またね、あの100回記念のね、はい、うん、ね、はい、じゃあもう少し、コメントをご紹介していきたいと思います。はい、メディカツ、あ、向井さんも出てきていただいてるみたいですよ。メディカツバンドに入れただけで幸せなのでここで話していただけて最高です。読書のすすめも最高です。そう、いい曲なんです、読書のすすめ、ね、はい、あの作詞がすごくお得意な向井さんですけど、あのサロンの経営者とか、はい、ご本 の、 あの著者さんとしても有名で、あのこの間、はい、ご存知で田村さん、あのメディカツの100回記念の時にね、はい、あの向井さんの音楽の活動というよりはご本を読んで感動して、はい、名古屋から会いに来た人いたんですよね、向井さんに。あ、そうなんですね、うん、わざわざ新幹線に乗ってとかね、すごいですね。もう今本も結構何進だろう、何釣りだろう、はい、結構すごいくね、ねえ、まあ、いい感じ で、あと全国今飛び回ってますから、向井さんも本当ですね、忙しいんですけど、でも作詞をね結構、また次新しい曲 も書いていただいて、はい、向井さんと田村さんの最強のコンビネーションでどんどん曲ができていってるみたいですよね。ねえ、ねえ、それから、あとで一番最後に田村さんのに告知をしていただくんですけども、浅井さんからテーマソング欲しいです、多分こういう方増えてくると思いますよ、あのオリジナルのテーマソング書いてほしいという方出てくるでしょうね、これからね、はい、はい、イエイ一緒にやりましょうということで淳さんからメッセージいただいています。はい、はい、水越さんから、はい、メディカツバンドのメンバーとにかくマインドが素晴らしいと、ポジティブで心遣いがあり最高ですと。そうなんですよ、メディカツバンドの、ね、メンバーはね、もう、うん、あの本当にだからね気が合うというか、はい、もう飲みに行ったりとかこうあれしても話がもうずっと続いちゃうんです
ですね。なんかこうみんなポジティブなので、はい、でやっぱりこう気遣いもできる人たちばっかりの大人なので、ね、すごくやりやすいし、はい、楽しいですね。でサリーさんなんか沖縄からわざわざ東京まで出てきてくださって、そうですね、毎回いろいろな仕事 で、はい、でこの間ねサリーさんのお誕生日会のサプライズもとっても素敵な話でしたよね。みんながサプライズでケーキでね、はい、ミディカツバンドよかったということで、イオタイさんからいただいています。イオタイさん、はい、はい、ミディカツ200回みんなで参加ということで、もうすでにもう200回に向けてカウントをねダウンを始めてますけどもね。水越さんから、ミディカツ100回記念が成功したのは本当に皆様のおかげですと。あ、確かに本当に100人を超える皆さんがそれぞれがいろんな思いを持って水越さんのお祝いに駆けつけたっていう感じがしますよね。私を含めてですけど、みんな本当に遠方とか忙しい中、ね、平日の夜にあれだけの方が集まるってすごいと思いますよね。岩田さん、マッカイさんはすごいと。いやいや、私がすごいんじゃなくて、水越さんのあの思いが引き寄せたっていうのは絶対あると思うんですよね。でもマッカイさんのパワフルさは今回驚きましたね。カラオケだけじゃなくね。カラオケは出た人しかわからないということになってますね。そうそうそう、ね、でもやっぱりすごいパワフルだなと思います。いやなんか、ね、でも気遣いもすごくあるので、やっぱりとんでもない、はい、もう翌日起きたら変なとこにあざがいっぱいあってびっくりしましたけどね。あれ自分が ライブしてましたからね。覚えてないんですよね。結構ロックバンドのヘビーメタル系の感じのアクションがあったような感じがしますけどね。いやもうみんな結構すごかったですね。はい、ねーはーい、メディカツすげーと、アツさんからいただいています。ソーシャルメディアつながります、すごいとね。人生楽しく夢を叶える、素敵。それから田村さん見てます、すごいですね。ぜひ木曜日のワークショップご紹介もお願いしますと。そうそうそう、はい、この MP テーって音楽団体でアマチュアのいろんなミュージシャンとか作詞作曲の人をこういろいろ紹介したりとか、ライブしたりとか、プロの人に、作家、さっきのコンペじゃないですけど、っていうのでやったりしてる音楽団体なんですね。はい、それで僕も今そのワークショップっていうのを作曲とかに目指してる人たちのワークショップを、作曲のワークショップを、作品を持ち寄っていろいろこうああだこうだっていう感じのを、でスキルアップしていこうっていうのをやってますので、今週も木曜日あるので、はい、まだまだぜひ来てくださいと思います。はい、詳細は、はい、そうしましたらあれですかね、田村さんのフェイスブックやブログの方に、詳細が載るということですね。はい、はい、このアーカイブ のインフォメーションの中にも後ほどその、URL などを、ね、ご紹介できればと思っています。はい、はい、マッカイさんのアンテナはすごいと。いや知り合いがすごく、うん、おかげさまでお友達が多いというのがあって、そのお友達にはまたさらにそのお友達が100人1000人いらっしゃるということで、多分そういったことで、ね、つながりはソーシャルメディアってすごいなと思いますよね。杉真理さんに会いたいなと。なんかね、これはもうね、もうかなり実現の、もうほぼ確実に何かが起こるらしいですので、皆さんお楽しみにしてください。もうメディカツに ね、出ること決まって。そうですよね、うん、はい、楽しみですね。やはり実行力が半端ないと、ね、やっぱり夢を叶えたいっていう方は本当にまっすぐに自分の目標が見えてるっていうのはすごいなと思いますよね。水越さんから、ちくらさん情熱的に熱く語り続ければ夢は叶う、太字で書かれています、いいですね。田村さんも出版すればいいのにというふうに水越さんからお話が来てますが、パスが来ましたが、これは何か具体的にお話が。いやいや、具体的っていうことではないんですけど、はい、今はやっぱりちょっとこう皆さん僕のメディカツバンド5人、はい、僕以外全部本出してるんで、だからっていうわけじゃないんですけど、僕もずっと出したいなっていう夢があったので、はい、今ちょっとこう水面下でいろいろ頑張って動いてますので、もしかしたらいい、お知らせできるかもしれないんですけど、はい、まだまだ全然分かんないので何とも言えないですけど、はい、でも出版したいなと思ってますので。素晴らしい、はい、そういう時が来ればまた。実はこの間その6月にお会いした皆様を中心にフェイスブックの方で、はい、チーム願望達成グループというのを作ったんですよ。あ、はいはい、そしたら、まあ、取材に伺いました同文館出版のですね、はいはいはい、鬼の編集部長さんの古井さんという方がいらっしゃるんですが、はい、彼も喜んでもご参加いただいて、はい、でもわさわさどしどしその彼が出版に導いた作家さんとか
これからその作家さんになられる方とかをご紹介していただいて、はい、今出版企画部みたいなあのテーマでチームが行ってますので、そういうところでいろいろ情報交換なんかができるときっと相乗効果があっていいかもしれないですね、うん、もうマッカイさんもね、そろそろ、ね、マッカイさんが出していないのが不思議ですけどね。どっちの方向に行くかちょっとそれも楽しみなんですけどもね、うん、みんなで一緒にあの夢を叶えていきたいなというふうに思いますね。はい、はい、そしてあゆみさんから、おこんばんは、これ録画あれ誰かさん花紙じゃないですか、あのヒョウ柄の毛布着て配信しなくちゃうちすごいんですよ、ヒョウ柄とかあのゼブラ柄とかそういう感じの柄の悪いものがいっぱいあってマッカイさんのあれが今出てこないですね、あんまり。あ、今メディカスバンドのあのなって、あ、そうですね、今ちょっと風邪ひいたりとか、ね、写真がね、あ、写真が、はい、写真がね、映像があんまり出ないなと思って、ね、いっぱいもうあれですよ、柄の悪いものがあるので、あゆみさんよくご存知なんですね。カタさん、100回記念イベントではるばる大分から駆けつけた方がいたということですね。あいおたいさん、大分からいらっしゃったんですね、はい、すごいですね、はい、皆さん、田村さんが本出したら絶対買いたいとね、ファンの方が、はい、はい、ありがとうございます、パフルマッカイさんと、はい、今ちょっと風邪気味なんですけどもねありがとうございます。そう、すごいやき、ね、風邪だったらしくて、はい、そうなんですよ、大変な メルボルンの冬山にこもってましたら、なんかあの3歳の甥の鼻水から風邪移っちゃったみたいで、あ、そうなの、でもね、あれなのよ、だから今日もほらライブも決まってたでしょ、田村さんので、こういう楽しい、はいはい、あの予定がたくさん私前々にあるんですよ、次々に。だから風邪ひいてる、風邪ひいてても何か予定があるとパンってやっぱりね、あの気持ちが張るから治っちゃうんですよね。だからもう、うん、あの今朝ぐらいまでちょっとあんまり良くなかったんですけど、今はもうすっかり良くなりました。はい、さて、はい、メディカツバンドの話がたくさん出てきましたけども、さてメディカツバンドの先ほどね、ロケットバンビのね、今後の展開なんかもお話ししていただいたんですけども、やっぱりメディカツバンドでも目指したいところっていうのはかなり大きくなってくると思うんですけど、いかがですか、田村さん。もうメディカツバンドやっぱり紅白とか、はい、うん、それこそ24時間、まあ24時間今年のはちょっと無理ですけれど、はい、あのもうすごい大きいところを目指して、あ、出た、出ましたね、また出てきましたよ、お部屋にお邪魔しました、ま、そっちが気になってちょっと、はい、まあそうなんですよ、あと、読書の勧めとかじゃないですけど、そういう感じも、はい、あのあれなので、みんなの歌みたいな感じのところもちょっと、はい、うん、まあ狙うというよりはそういう感じにあのなれば嬉しいなっていうことで、はい、あのやっていきたいなと思っています。それで、うん、今度、9月、一応発売日が、9月の20日なんです。9月の20日、あ、違う、8月の20日ですね、8月の20日、はい、この、メジカツバンドの CD3 曲入りが20日で、そしてその1週間20から1週間、アマゾンキャンペーンをします。それってでも CD でアマゾンキャンペーンって珍しくないですか。そうなんです ね、それとあとオリコンもそこで目指す、一応目指す、はい、オリコンっていうか、まあ、を目指そうっていうことでダブルでちょっとやろうかということで、はい、で20日が発売日なんですけど、21日が、はい、サリーさんのハッピーエッグもあって、22日がメディカツがあって、はい、その2つで、まあ、CD のまあ、キャンペーンというか、そういう形でやっていきたいなと思っています。これはある意味ちょっとソーシャルメディア的になんか、かつてあまりそういった事例がないので、ソーシャルメディアでもいろいろなこういったキャンペーンでどれだけそのメディカツバンドの CD が面白いところまでいくかっていう実験でもありますよね。そうなんですよね、今音楽 CD、 音楽業界も CD が売れないですから、はい、ちょっとまた違った形でアプローチする必要があるかなっていうのも、ちょっと実験的にやってみたいなというのもあって、はい、そうですよね、ということもあるんですね、うん、でそれに向けてまた9月の22日、春分の日に、はい、メディカツのイベントを、はい、まあ、CD 発売という形でもあるんですけれど、ちょっと大人のミュージックフェスティバルじゃないけど、そういう感じで、はい、ゲストを呼んだりして楽しい、パーティーにしたいなと思ってて、もう一応その渋谷で予約をしたので、はい、ぜひちょっと内容を詰めて、はい、やっていきたいなと思っています。いやー、これからじゃあもうメディカツバンドとしてももう盛りだくさんの予定が
目白押しになってくるわけですね、年内に。すごいことですね。はい、どこまで織り込んでトップチャートを狙えるかっていうのは楽しみだし、それからこの2012年らしい、ね、アプローチとして、このメディカツバンドをみんながね、かつて例えばその昭和の時代ってハガキ書いて応援したりだったりとか、はい、電力でラジオで応援したりってあったけれども、2012年の今はやっぱりソーシャルメディアだから、日本だけじゃなくて、私も今オーストラリアにいますけれども、そのネットがつながるところだったらみんなが応援できるという面白さですよね。そうですね、やっぱもう今の時代のならではのやっぱり感じなので、うん、Facebook とか Ustream とか含めてソーシャル系でつながった人たちなので、はい、まあ、それの動きもそういう形でやっていきたいなっていう、既存のやり方っていうのとはちょっとまた一線越したやり方でやれれば、はい、面白いかなと思ってるんですね、はい、でまずは自分たちがこう楽しんでやったら周りの人も楽しくなっていいかなということですね。はい、水越さんがね、この間もちょっと私の自分の配信で申し上げたんですけど、水越さんって応援せざるを得ないんですよ、はい、なんて表現したらいいのかな。別にだから水越さんがちょっと言ってましたよ、なんだっけ、雨で濡れた子犬なんだっけなんかね、ちょっとこう、闇っぽく水越さんがなんかそんな感じない なんかさ、こう雨に濡れちゃってお腹空かせちゃって、もう抱き上げて助けてあげなくてはならないような感じの瞳をしてるんですよ水越さんって。そんな気しません？嫁さんから見たらそうなのかもしれないですね。僕から見たら先輩なのでそういうことは言えないですけど、そうですね、なんとなくニュアンスはすごくわかります。わかります。だから多分その、はい、水越さんよりもきっと年の若い方がたくさん水越さんのファンでメディカツなんかを見てらっしゃるとかすると思うんだけれども、その年齢とかを超えちゃって、なんだろうな、可愛らしさがあるんですよね、瞳の奥に。なんでしょうね。だからなんかもうなんか一生懸命頑張ってるんだったらもうみんなで応援しようよっていう、なんか自発的にみんなが応援したくなってしまう不思議さがあるんですよ彼には。だから今回もそのアマゾンキャンペーンとかね、オリコンやった時にどういうふうにみんながいろいろなそれぞれの得意分野で応援できるかっていうのもちょっとすごい楽しみですよ、見ていくのは。ね、そうですね、うん。それで水越さんが歌っていて、はい、でサリーさんと のデュエットの曲で私の大好きな曲があるんですけど、私その100回記念イベントの日にもう実は予約して買ったんですよ、まだできてない時に、はいはい、なんですけど、はい、それをちょっと一足先に田村さんの方から、曲のデータをお預かりしたので、ぜひ皆さんにここで1曲ね、これからオリコンの1位も目指しますし、はい、紅白も目指しますので、はいはい、ぜひ皆さんにですね聴いていただきたいなと思うんですけども、このサリーさんとのデュエット曲ができたいきさつをまず田村さんからご紹介いただいて、それから曲をポンと皆さんにご紹介しようと思うんですけども、ラブパフォーマー、はいはい、これができたいきさつをちょっと、これはねでもね、もともとやっぱりそのみんなで歌う Say Your Dream っていうその後で書ける曲があるんですけど、それとは別にやっぱりで、あと水越さんの曲があって、あと何かいいのがないかって言った時に、やっぱりその2人のユーストリーマーとして有名な2人をこう、はい、いけるデュエットが、初めちょっと演歌チックなことも考えてたりしてた。でもちょっと演歌の要素もちょっと入ってる感じするちょっとだけ、ちょっと、あんまり行き過ぎちゃうとあれなのでその辺の落としどころとして、ただ歌詞がすごくやっぱりいいのが、ね、サリーさんから上がってきたので、うんうん、ちょっとその歌詞も、はい、ちゃんと聞いていただければと思いますけど、そうですね、じゃあ私も、はい、曲がかかってる時はマイクをミュートにして歌いながら、田村さんと私のよう生きたまま曲をぜひ聴いていただこうかと思うんですけども、金光サリーさんが詞を書かれたっていうことですね、はい、ではメディカツバンド今度ね8月に大々的なキャンペーンがありますけども、ぜひここで1曲聴いていただこうかなと思っています。はい、それではちょっと曲の方いきましょう、ラブパフォーマーでございます。メディカツバンドから1曲どうぞ。欲しいもの全部プレゼントしても
フルで行きました、はい、あのエアーややってあったじゃないですか。なんか、はいはい、エアサリ気持ちいいわ、サリさんの綺麗な声でエアサリ、エア三越やってますけどエア三越いや気持ちいいですね。ちょっとかっかって気持ち悪かったですけど ねタイミング本当にあのあれですね、デュエット曲っていいですよね。あのなんかこう一緒にこう仲良く歌えるってところが楽しいですね。今度 CD には、うん、水越さんだけ残したやつとサリーさんだけ残したやつとあスペシャル。じゃああれなんだ、あのカラオケになってる部分は女の人のパートは自分の声で歌えるってなってるんですね。一工夫なってますね、楽しい、はい、はなんかこの曲初めて聴かせていただいた時に、あの田村さんがちょうどおトイレやりますみたいな時でね、ブログとかで書かれた時に初めて聴かせていただいた時にすごく新しい、はい、今できたばっかりの曲なんだけどすごい懐かしい感じがしましたよ、うん、あのなんか昭和時代のあのポップな感じ、うん、それになんか2012年の今風のテンポが入ってるみたいな感じでね、はい、うん、だからまあサリーさんのあの可愛らしい歌詞もそれにまたさらに相乗効果でとっても素敵な曲でしたね、はい。そして、まあ、あの夢を叶える、まあ、最近どんどん夢が叶うっていうタイトルになりますけども、メディカツ、ね、はい、メディカツでやっぱりなんかあのこれからメディカツバンドとしてあのオリコンでね上位を目指していくってことがあって、はい、多分水越さん あの夢を叶えましょうっていう思いも、込められたエッセンスができたのが最後に皆さんにご紹介する曲だと思うんですけども、はいはい、あの曲はどんな思いを込めて田村さん作られたんでしょうか。はい、これはやっぱりその、うん、このバンドの
一番のコンセプトというか伝えたいことでもある、はい、まあ、夢を叶えようというか、はい、まあ、誰でも夢を叶える、みんなが特別じゃなくてそれぞれがやっぱり夢を叶える存在だし、はい、そういう思いっていうのは必ず実現できるよっていうことを込めて、はい、作った曲です。もともとこれも飯田さん、向井さんが、基本の歌詞を書いて、それでみんなでああだこうだと言いながら、作った曲、はい、歌詞です。これは。なるほどね。まあ、はい、田村さんワールドというと明るくてこう弾けるようなこうキャッチーなメロディーで、はい、思わずこう口ずさんでしまう明るさのテンポの曲が多いんですけれども、私の好きな曲。はい、で、メディカツのバンドの中で作ったのはちょっとスローテンポで、こうちょっと大人のね。はいはい、ね、スローテンポなバラード風の曲になってますよね。はい、うん、これはだから We Are the World、はい、日本版じゃないですけれど、ユースト版じゃないですけど、はい、ソーシャル系の、まあ、We Are the World 的なイメージでも作ったので、うん、はい、まあ、ちょっとバラードというか、はい、みんなでこういう感じで歌えればいいかなっていう。ああ、なるほどね、はい、なんかもうすでにメディカツの100回記念の時に最後の方でとってもいい雰囲気でね、ありましたけども、ちょうど何かのエンディングとかですね、イベントの一番締めくくりとかにはもう本当にぴったりの曲じゃないかなと思いますね。はい、はい、では、皆様の書き込みをご紹介して最後に、その感動的なね、メディカスバンドの曲を皆さんにご披露していきたいと思います。鹿児島からあやみさんからいただいています。メディカスバンドの CD 買います。あとカラオケ配信ってどうやってやったらできるんですか。カラオケになるとみんなに歌ってもらえないじゃないですかっていうふうにご質問来ていますけど、このあたりはどうでしょうか。カラオケ配信、カラオケ配信ってどうやったらできるんですかと、カラオケになるとみんなに歌ってもらえるじゃないですかだって、うん、はい、そうですね、カラオケになるように頑張りたいですね、はい、これまたどういうふうにすればカラオケになるかっていうのを今調べたりも、うん、この前も言ってたんですけど、はい、とりあえずまずはこう曲を打っていって、皆さんが知る存在になれば、まあ、当然カラオケも入るかなっていう気はしてるんですけど、それまではまあ普通に、うん、CD で、はい、水越さんパターン、サリップさんパターンとかあるので、はい、うん、それでちょっとカラオケをしていただければと思います。そうですね、ソーシャルメディアでやってるメディアを持ってる人にこうなんか使って皆さんでかけてもらったりとか歌ったりとか、そんなのが実践できると、うん、いろいろなところからその歌が発信されて面白いことになるかもしれませんね。そうですね、うん、リレーしてちょっと世界一周してみたりとかね、一パートずつみんながいろんな各地で歌って、あ、いいですね、一曲つなげてみるとか面白いですよね、はい、そんなのもやってみたいですね、はい、キャンペーンでね、いいですね、それね、はい、はい、水口さんから雨に濡れて笑っている子犬やめてって来てますね雨に濡れて悲しそうにお腹をすかしている子犬でしたね、はい、ありがとうございます案外気に入ってはいるかもしれない、ね、意外と目が可愛いんですよね握手券は欲しいなちょっと、期限付きじゃないものって、握手券って何です、 AKB でしたっけ、女の子の、 あんな世界になってくるかもしれませんね、はい、握手券とかね最年少ファンは山口夫妻のお嬢さんかなって、ももちゃんのことですね、イベントにもお見えになってましたね、はい、田村さん、サリーさん、はい、先ほどの私のエアサリーさんのことでしょうか、ありがとうございますカラオケいいですねと、はい、かっちゃさんからいただいてますよ、はい、水越さん、ありがとうございます。メディカスバンド CD 発売8月20日みんなで宣伝しましょうというふうにコメントいただいてます、あゆみさんからいただいてます。いいでしょういいでしょう、たまには良いこと言うでしょうということでね、ありがとうございます、好きな歌が聴ける、あ、幸せになりたいのところが好き、そう、私もねそこ好きなんですよ、みんなのね、うん、一番なんだろう、一番大切なことってやっぱ幸せなことだと思うんですよ。幸せだったら、ね、うん、世間がどんなに荒れ狂ってても自分の心のが幸せだったら大丈夫ですよ、乗り切れる。だからこの曲を聴いて幸せ度をアップしていくっていう感じですよね、うん、はい、これ聴くと振り付けが気になる振り付けね、はい、先ほどちょっとエアサリーでやってみましたけど、本当の振り付けはもっと別にあるかもしれませんね、はい、この前100回記念でちょっと振り付けっぽくやりましたけど、まだまだちょっと雑だったので、はい、次回ライブの時はね、9月22日の時はもっとちゃんとやってくれるかなって感じですね、はい、渋谷に皆さんぜひ大集合ですね、はい、
内田さんからいただいてます。カラオケ歌素敵なら、好きならリクエストって登録ありますねということでいただいています。きっとソーシャルメディアで皆さんにいろいろなアイデアが出てくるでしょうね。皆さんが応援するやり方も様々だと思いますのでね。はい、ごめんなさい、 PC の調子が悪いので失礼しますということで、今日は大幅に時間を延長してやっておりますので、皆さん大変な、ね、延長になりましたので、そろそろお別れの時間になってきます。はい、さてそれでは田村さん、最後に、はい、今お話に出ましたけど、メディカツバンド、いよいよ本当にメジャーにどんどんとこう世の中に出ていくというふうなステージになってきましたけれども、最後に先ほどお話が、はい、出ましたですね、もう一曲の曲の方ぜひ皆さんの方に聞いて今日はお別れをしていきたいと思いますが、最後にこの曲の前にですね、はい、田村さん自身の夢を語っていただいて今日は締めくくりにしていきたいと思いますけども、田村さんどうぞ。はい、はい、夢というか、僕メディカツバンドもそうですし、はい、今自分でやってるロケットバンビっていうのもそうですし、はい、あとは、まあ、その2つ今喋ったので、もう1つは企業向けというか、はい、田村音楽制作所っていう形で今やりかけてるんですけど、企業に向けて社会でもいいですし、このユーストリーマー、先ほど出たユーストリーマーの人のテーマソングでもいいですし、はい、既存のミュージシャンとかみんな曲を持ってますけれど、それぞれ、まあ、みんなそれぞれ個人が曲を持ってもいいかなっていう自分のこうテーマソングがあってもいいと思うので、はい、そういう形でみんながこう曲、自分の曲があったりとか、はい、そういうので広がっていけばいいかなと、あと企業のその企業の部分の、応援する歌とか、はい、自分たちがこうモチベーション上がれる歌とかっていうのもあってもいいかなっていうことで、はい、そういうのを今やってるそういう音楽とは別な形で今後やっていきたいなと思ってます。はいはい、ねえ、本当にこれからますます発展していかれる田村さん、そして音楽がつなぐ不思議なご縁もこれから世界にどんどんネットを通じて広がっていくっていう、そんなね今イメージが湧きましたけれども、その田村さんの夢を胸にですね、それでは心を込めて作っていただいたメディカツバンドの曲を今日はお別れにかけて皆様ともお別れしていきたいと思います。今日は本当にたくさんの方にご覧いただきまして、大幅に時間延長でなんと45分も延長してしまいましたけれども、楽しいお話がたくさんで、本当にこういった嬉しく楽しい時間というのはあっという間に過ぎてしまいますね。はい、はい、さてそれではちょっと待ってくださいね、ちょっとつながりにくいのかな、今なんか状況は、はい、ね、はい、それでは最後に曲の方をかけて皆さんとお別れしていきたいと思います。ちょっとスローテンポなね、大人のバラード風に仕上がっておりますけれども、8月20日が発売ということでございます。ぜひ皆様楽しみにしていてください。 Your Dream Make Your Dream というね曲でございます。それでは今日はこの曲を聴きながら田村さんのライブカメラの映像でお別れしていきたいと思います。田村さん、今日は長いお時間本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。届かない空を見上げて、流れる雲を見てた。今まで歩いてきた道、何一つ無駄はないと心に詰まった想いを花の上に差し届く光。
し君の描く夢